はい、えー。インドの日本語教師の皆さん、こんにちは。えー、このビデオでは、はい。えー、このビデオでは、えー、行動中心アプローチで、えー、行動中心アプローチのコースを開発するために、自分の強みを考えるということについてお話をします。はい。はい。えー、まずですね、特にその、インドで日本語を教えている人たちが、えー ビジネス日本語を教える場合はですね、え皆さんが日本語を使って、えー、仕事をした経験はとても役に立ちます。<laughs> で、その場合はまず業界がですね、どんな業界だったのかを考えるといいと思います。例えばサービス業だったのか、工業だったのか。まあ、インドの日本の企業で農業というのはあんまりないかもしれませんけど、えー、もしあったらもちろん農業の、えー、経験もいいと思います。IT の企業はたくさんありますよね。 で、それから、その会社の中で、会社の中のどんな仕事をしていたのか、例えば人事の仕事とか、会計の仕事とか、総務の仕事とかありますよね。で、これらは他の人が経験していない場合は、とても強い皆さんの経験になります。で、仕事がですね、あまりそういう、あの、ビジネスの、あの、ビジネス日本語を使ったそういう経験がない方は、もちろん趣味でも大丈夫です。 趣味の場合は、例えばスポーツとかでもいいですし、音楽なんかでもいいですね。スポーツと言っていいかわかりませんが、空手とか柔道とか、そういう、あの、武道もありますし、それから伝統芸能、日本の伝統芸能もありますよね。書道とか、茶道とか、あるいは俳句を作ったり、そういうのも趣味の一つになりますね。で、それからですね、一般には強みとは思われないものを、 日本語教師が行動中心アプローチのコースを開発するときに限って言えば強みとなることもあります。例えば、いろんなマイノリティの方がいらっしゃいます。セクシャルマイノリティの方もいらっしゃるし、宗教のマイノリティの方とかもいらっしゃるでしょう。そういう人たちは他の一般的な人とは違う行動をすることがあります。ですから、その行動についてそれを日本語でどうするか。 それを考えることができるので、マイノリティである人も、えー、日本語のコースを作る意味では、えー、とても、えー、それが強みになるわけですね、えー。それから病気や災害の経験も、もちろんそんな時にどうしたらいいのかという行動を知っているという、えー、行動したことがあるという意味で、えー、自分の強みになります。はい。で、これまでの例としてはですね、仕事に関するものとしては、えー、フィリピンの、えー、リゾート地で、 働いている人とか、あるいは空港のですね、えー、地上スタッフとかですね、えー、あと看護スタッフ、えー、とかですね、えー、日本の中学校の先生の行動リストとかですね。これはどうしてかっていうと、えー、日本の中学校に、えー、海外から英語を教えに行く人がたくさんいますから、そういう人にとってはこれはとても素晴らしいコースになります。それからメルカリに出品する人とかですね、えー あと、日本の国内で外国人労働者がどういうふうに働くかとか、そういうことについて興味を持っている人は、もちろんそういう行動を扱ってもいいです。で、それから、趣味に関する行動としては、例えば、茶道の体験教室に参加する行動とかですね。あと、コスプレイヤーの行動とか、日本へツーリングに行く行動、それから映画ファンの行動リスト、こんなものもあります。 はい。で、次のビデオでは、それをですね、どうやって行動リストにするか、そして今週の課題はどういうことか、そういうことについてお話をしたいと思います。それでは私はここまでにしますね。はい。失礼します。